はい、どうも、東京都中野区。お前、完全に現住所。お前、本名もこれガチ。これ本名もと住所ガチ。本名もガチ。全部ガチ。お前、マジやべえじゃねえか。お前、動画撮る前に挨拶カナリアがやりたいって言うからやらせてみたけど、めちゃくちゃダメな挨拶しやがった。編集者さん全部モザイク入れてください。お前、普通に編集者の仕事増やしただけじゃん。お前、ゴミだろ。お願いします。まあ、今回は、まあ、50人かと、まあ、期間組かな。期間組でね、APEX しながら雑談していきたいと思います。2人ってさ、まあ、2年、まあちょっとぶりにさ、まあ、50人カット帰ってきたと思うんだけどさ、なんかどうしてなんか戻りたくなったの？なんか50人カット。僕はまあ前の動画ちょっと関連してくるけど、親が離婚してって話したじゃん。まあそうね、前の動画で話したね。うん、お母さんの方映ったんだけど、お母さんがちょっとヒステリック気味なのがすごい強くなった。触れづらい話題を結構ぶっ込んでくるね、君は。すごいな。そっから今彼女と付き合ってるんだけど、ほうほうほう、その彼女の家に逃げてきたね。あ、逃げてきたんだね。ちょっと逃げて、その彼女が実はクンキッズ。あ、そうなんだ。その子がパソコン持ってるから、それを今使わせてもらってるって感じで戻れてる。あ、彼女のパソコンで今やってるんだ。そしたらクンキッズ女子か。俺クンキッズ女子はな、まあちょっと今年ちょっといろいろ50人カットで結構問題ありましたからね。クンキッズ女はちょっと心配になるけど大丈夫かなっていう。どれぐらい付き合ってんの？ちなみに3ヶ月。あ、結構最近だから。俺なんか1年2年なあ付き合ってんだったら信頼あるかなと思って。彼女関連でまあちょっと50人カット、なんかもともと戻る気なかったんでしょ多分。まあ二度とパソコンできんなとは思ってたよ。仕事とかも大変だし心病んじゃってるしみたいな、できんだろうなと思ってたけど、なんかねできてるね。まあなんか彼女のおかげで、あ、50人カットやっぱいいなみたいななって、まあ戻ってきてくれたわけだな。そしたらまあそういうこと。チュッパ君はどう？まずなんかマインクラフト自分結構好きなんですよね。やっぱマインクラフトってでも一人でやるのってあんまりなんか面白くないじゃないですか。最初は面白いけどやっぱ飽きてくるよね。ずっと飽きてくるんですよ。まあそれで50人クラフト、あ、楽しかったなと思って、最初から、まあ、お金貯まったら、また戻りたいなと思ってたんですけど、いい感じに貯まったんで、あ、そろそろ戻ろうかなという。あ、だけど、ほんとよく戻ってきたね。ぶっちゃけ俺、50人クラフト2年間離れたら、もう戻らないし、戻れないよな。戻りづらくはいますよね。実際今だいぶ苦戦してるでしょ、その空気感つかむの。だいぶ50人クラフト。そうなんですよ。ようやくちょっと慣れてきたかなって感じでは。2年前って多分だって50人かと参加税が声出しするとかさ、なかなかなかったでしょ。だって確かないですね。今声出しは絶対当たり前デフォだし、なんかだいぶまあリアルさらしじゃないけど。あ、じゃあ僕の最初の挨拶使える？それは使えないから。いや、住所と名前は俺がなんか守れないから、俺が責任取らなきゃいけない。てかお前さ、そもそもなんか自分の家なら話もだけど、お前って彼女の家だろそれ。今よく考えて、お前さ、おいこいつただのゴミじゃねえかよマジで。50人カット2年前参加してた時と。なんか今で50人カットめっちゃ変わったなーって思うことよければ教えてほしいです。やっぱ50人クラフト前まではなんか決まった人が結構注目を浴びるっていうか、そんな感じだって、まあ僕が参加してた時って言ったら、まあファマスとかそこら辺が注目浴びててって感じで、なんかみんなそれと「くん来て」って言ってくんさん呼んでたんですけど、そうだね、今はなんか。勝手に何もしてなくてもくんさんが勝手に来るから、それで結構苦戦はしてますね。いつ呼べばいいんだみたいな、いつ来るんだみたいな。2年前は確かに著名と無名ってめちゃめちゃしっかりなんか分けられてたよな。そうなんですよ。なんか絶対に越えられない壁みたいなものがやっぱあって、それは確かに今はもう完全になくなったし、そういえばくんきて文化も俺ずっと参加してるからさ、あんま意識してなかったけど、確かにくんきて文化は廃れたよな完全に。くんきて文化がなくてマジでもうどうしたらいいんだろうみたいな。まあね、もうくんきては今の50人カットでもう完全に死後ですからね。もう言われてみりゃわかる。変わったわ。すごいいい方向には変わっ、なんかあんまり友達がいない自分からすると居やすい環境にはなってるなっていうのが。どうカナリア？僕はね、なんか、チュッパと同じ感じなんだけど、くんがなんか冷たいなって感じる。あ、カナリアにみたいな。そう。すごいなんか、冷たいこの人ってなって、それが辛いかな。あ、まあ、くんさんが冷たいのは、この空気感に今ちょっとかなりあって、ちょっとまあ申し訳ないけどまだつかめてないんだよね。うん、つかめてないね。つかめてないからもうなんとかまあちょっと冷たくはするけど、これでちょっとなんとか感じ取ってほしいっていうのは多分クンさんの本音だと思う。ああ、なるほど。そのちょっとなんかカナリアちょっと焦ってんだよ。50人カット帰ってきて雰囲気変わってクン来て文化も消えてなんか目立ち方とかが変わっちゃってるから焦ってると思うから、ちょっとあえて冷たくしてちょっと落ち着いてほしいみたいな、多分これクンさんの気持ちわかるけどちょっとなんかね、焦ってるのがクンさん分かってるからあえて冷たくして取り上げないことにして落ち着きを持ってほしいって思ってると思う。分かるよ、俺も同じタイプだから。完全にカナリアと同じタイプだからね、これはめっちゃ分かるんだよね。落ち着いたら多分クンさんも優しくなるかな、カナリアに。自分は逆にすごいクンさん前より優しくなったなと思ってる側で、結構前自分クンさんとなんか1対1っていうか動画上で話すことが全然なくて、なんか自分がなんかつまらないネタをするっていうのが結構2期のあれは結構自分で考えて あえてつまらない方向でやってクンさんがそれを冷たくなんかあしらうみたいな感じだったんですけど、うん、結構最近は復帰する組がカナリアと自分で両方あまりうまくいってないから、この先の復帰勢の未来はチュッパにかかってるぞって。まあそうだね、まあチュッパとカナリアはだいぶそういう意味では結構重いよ、責任は。重いですね。確かに昔に比べたらクンさんめちゃくちゃチャットとか読むようになったよな。昔はまあそんな参加勢自体もチャットする文化あんまなかったけど、まあ、チャットとかねやってみてもいいかもしれない。めっちゃやってるわ。やりすぎも良くない。だから多分そういうこと。落ち着いてない。そういうこと多分。今解決した。今つながった。今ってさ、50人カットって結構まあ、お花畑っていうのはまあ、コウタンとか俺とか、まあ、ワドとかのグループなんだけどとか、田辺サバっていうのはまあ、田辺とか、まあ結構まあ、最近の参加勢が多いグループとかいろいろあるんだけど、どこのグループに属したいとかある。まあ、グループじゃなかったらこの参加勢と仲良くしたいみたいなやつあったら。教えてほしいです。強いて言うならダメンジャーズ。あ、ダメンジャーズ入りたいんだ。ノジャジャとかベノムとかが割と近い世代だから。ああ、はいはいはい。年齢的にも。そう、年齢的にも時期的にも仲良くなりたいだとやっぱカイキングとか。ああ、ありがたい。それちょっと嬉しいな。その辺が本当こうやって今話してて楽しいし、仲良くなりたいなとか。すごい告白された分、まあかなり別で50人からと。1期とか2期とかまあ絡みあったっちゃあったからな。俺深くはないけど浅く、まあそこら辺チタンとかまあトラクロとかオパイチとかトミーとかがいたから、そこにカナリアもいて俺もいてって感じだから。チュッパ君はありますか？自分はなんかグループは今最近田辺様に入れてもらったんで、田辺様のみんなとちょっとまだ全然一回も VC に参加できてないんで、ちょっとやっぱめっちゃ人が常に喋ってるんで、いつ入ろうかなって思ってたらずっと入れてないから。いやもうどんどん行かなきゃマジで時期逃しちゃうよ。もうなんか婚活じゃないけど、もうどんどん行かないとダメだよ婚活と一緒。そう田辺サバが辛かったら、まあ他のサーバーとか入れてくれませんかとか言ってみてもいいだろうし、世界政府でもどこでも。田辺サバはなんか結構オビワンさんがすごいおばさんの優しさを感じるっていうのがおばさんのまあ聞かれたらまずいかなまあ大丈夫かな。オビワンのことおばさんって言ったらもう田辺様一気できないかもしれないけど、まあ僕は責任取らないかな。ちょっとこれバレないように。オビワン結構若いよ、別に24歳とかだよ。アラサーじゃん。はい、アラサーとか言うのやめてあげてください。いや、ババアじゃないから。なんかさっき年齢の話とかちょっと出たけど、2人って何歳なの？あのね、ちょっとびっくりなのがね、同い年で20歳なの、2人が。あ、そう、あ、2人とも20歳なの？あれか。黄金世代。コノとか、まあ、ファマスとか、まあ、そうだね。この辺と同じ。ファマスも20歳なんだ。そう、ナッシーとか、まあ、その世代なんだ。いい世代生まれてんで、君たち。黄金世代です。まあさっき話出たけど、そのカナリアがそのダメンジャーズ入ったんだったら、多分イカオさんとか多分のちゃちゃに行ったら入れてもらえるよ。募集してるらしい、なんなら人そう人募集してるらしいから入ってみるといいと思いますもうね、ダメンジャーズの入隊条件はどうやらなんか人生終わってる人がメインとして入ってきてほしいらしいのでまあそういう意味ではまあ言っていいのかわからないけど適任かもしれない。入りたくないな。まあいやまあ入ってみるのもありじゃないのかなって個人的に仲良くなりたい人はまあいて、暇人さんとか結構なんか話したら面白そうな人だから、そこら辺の人たちと話してみたいなっていうのはありますね。じゃあちょっと世界政府とか行ってみたらいいんじゃない？いじめられるってくんさんに言われたから。いやまあまあそれもまあうまいこと耐えていけば、まあだんだん仲間として認められていくんで、やっぱなんか最初誰しもなんかなんだこいつみたいになることはあると思うけど、他のあれよね、よそ者寄せつけないみたいな、そうそう、まあ仲良くしてたらきっといつかは認めてもらえると思う。仲良くなりたいんだったら行ってみるのは俺は全然ありだと思う。結局なんか一歩踏み出してみないことには何も始まらんから。お、敵いる敵いる敵いる、目の前目の前目の前、これ強くね、領域展開。俺一見死んだんだけど、あ、白は青アーマーだからか、やばい、これ強くないか、これ敵強くないかこいつ。あれじゃね、チュッパがマスターだからバカみたいなナイブレーザー上がってめちゃくちゃ敵強いぞこれ。強い人がいる、ちゃんと強い。じゃあちょっと最後になるんですけど、これからまあ2年間いなくて結構ブランカって大変だとは思いますけど、52カットはどんどん参加する予定なんですか？ちょくちょく、あ、まあちょくちょく。学校がまだ地元だから。え、学校行ってんの？学校行ってる。高校生だよ。あ、高校、20歳で高校生ってどういうこと？高校5年生の20歳。あ、ちょっと待って、もしかしてかなり、秋釜さんと一緒でめっちゃ留年してるパターン。定時制の高校行ってて。定時制か。そういうことか。もと4年生なのを1回ダブって5年生になって。ダブるっていうのは留年ってことかな？留年してる。そう。柿釜さんと同じで合法高校生なんだね。その、面白いな。これ今度、柿釜さんとコラボか？自分もまあたまにバイトがあるんで、3回あるうちの2回ぐらいは行けたら結構頻度は高めに参加したいなって思ってます。それでもだいぶ高頻度だね。全然これからですね。いや、なんか50人カット、もしかしたら MC 豊かとかさ、もういなくなって昔の50人カット参加勢とか、このチュッパとカナリアの活躍によって戻ってこれるかこれないかが決まってくるんで、だいぶプレッシャーがありますね。気長に、まあだけどね、50人カット今はね、結構焦らず長く参加してたら、まあ、長月とかでもなんかちゃんとキャラ立ってたりとか、デコンとか、うん、長く適当に参加してたら、適当って言ったらあれだけど拾われるから、まあ、なんか焦らず、ゆっくり参加してたら多分出ると思うんで頑張ってください。はい、頑張ります。というわけで今回この3人でAPEXの雑談しました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。